どうも、キスケです。今回もピサロを使っていくんですけど、今回のピサロは視聴者さんからいただいたデッキになります。まあ、コンセプトがビルドで、劇場をサーチしてきて、で指導に変えて3点飛ばしつつ、まあ早急にレベル3にすると。で相手はこのゼルドラドでリーダーが毒に侵されてしまうと。ただこっちは指導のレベル3で、味方リーダーを回復しまくって、こっちは回復、相手は毒みたいな。もうすごい。まあちょっと言い方悪いけど、性格の悪いデッキ。すごい性格の悪いデッキをちょっと教えてもらったので、まあおもろそうやなと思って、使っていこうと思います。見た感じだと、まあ、テンションを上げるカードがすごい豊富に入ってますね。犠牲であったりとか、これね、キラーパンサーであったりとか、もうトゲコンボ。まあだからこの辺うまく使えば、まあ、嘆きの霧パッと引いた時でも、まあ問題なく使えると。で、毒の火力を上げて上げて、ゼルドラドでリーダーを毒にして、指導で無限に回復していくみたいな、そういう感じですね。はい、非常に楽しそうなデッキになってるので、使うのが楽しみという感じですね。よければチャンネル登録と、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。高校を引いてアリーナですね。やっていきましょう。劇場も引いてんな。これさ、劇場引いてんねんからさ、もう指導から入ったらいいんじゃね、思いません？ね、ビルドの用途が多分劇場引いて指導で3点打てるよっていう状況を作りたいがために入れてると思うんで、うん、指導から行こうぜ。ダメかな。いや、まあ暇やしビルド打っとくかいや指導でいいわ。指導で、テンションはちょっとむやみに打たずに、まあ、序盤は嘆きの霧を使いたいということで、猿取るか。はい、地獄への生贄。ボン、これエンド。まあ、3点打てんの強いよな。多分こういう使い方でいいと思うんやけどね。で、劇場が壊れるまでに嘆きが欲しい。霧が。あ、そうか、アンルシアか。相手のデッキ全然見てなかったわ。引きに行ってもいいけどな。この辺とかでね。はい。うえ！マジかよ。マジかよ。ちょっといっぱい持っていきたい。いっぱい持っていきたい欲がすげえ出てくんねんけど、ダメですか？おい。壊れないよね、でも。ね、まだいいや、じゃあ。はい。エンド。まだ壊れへんし、もう指導で6点入ったから、あと嘆きの霧でカード1枚引いて劇場はさよならかな。ちょっといっぱい持っていきたい欲がすごい。うん、毒や強いな。ギャン。 OK、 プチタクいいね。あ、壊れへんのか、これ。壊れないね。そしたら、まあ別に産地ほっとっても死ぬから、これでいいや。うん。はい、エンド。エスターク。いいね。もう確実に準備は整ってってるからね。
悪くないよ。徹底的に除去していく。ジャイアントバット。じゃあ全処理するか。はい。ああ毒、いや毒でいいわ。毒でやって、でカードちょっと3枚引こう。カード3枚引く。毒にして退場。役に立ってみせろ。ちょっとテンション上げるようなカードをね。うわあ、いい、いい、すごい、すごい。むちゃくちゃいい。エンド。むちゃくちゃいい。まあでもこれで相手は、アンルシアを気兼ねなく発動できますよね。で、もう一回嘆きの木でいくか、これ。テンション嘆き、毒矢頭巾で取って。毒3点。毒矢頭巾で3点ちょうど取れるんで、すげえいやらしいやり方でちょっと戦っていこうかな。うわ、ホメロスも強いね。あー、なんか強いカードしか引かんようになったよ。はい、毒ギャーンぽい。エンド。さあ、これでゼルドラとか着地すると毒のダメージが4点。衝撃、衝撃的事実で、まあ適当なタイミングで指導出して、でこの辺もしっかりキープしといて、いつでも指導のレベル3使えるようにしとこうか。しごれ、まああんま強くない。ゲルダ、うわ指導で取れへんやけ。え、なんで後列？あ、そうか、動きやすいからか。ホメロスで焼こう。ちょっと申し訳ない、それは。そんなことされたらホメロスしかないよ。あ、俺も前列に出してるやん。何やってんの。喧嘩両成敗で。喧嘩両成敗で。なんで前列に出した。お互い逆のあれになってる。なんで後列に出すねんって言ったから前列に出しちゃった俺。うん、暴れざる。ホメロス取れへんかったらでかいねんけど、さすがにないか。4点打って、4点打っても取れへんよね。エンドか、マジで。むちゃくちゃ嬉しいねけど、すべてを無理。闇への供物。じゃあ目覚めるか。うん、キーン。これかっこいいよな、腕だけやけど。うん、殴る意味ある。まあ、殴っとくか。エンド。闇の力、あとはもうゼルドラドを使うだけやねんけど、指導で切り裂いて、うん、あとは徹底的に回復するだけなんだよな、マジで。ん？そっちなんや。あ、まあどっちも一緒か。どっちにしろ全熟やね。うん。ドン。これって魔力解放とか入っとったっけ？どうやったっけな。精神統一。オッケーオッケー。
トゲコンボもいいですね。てかもうこれで勝ちじゃね？これで勝ったくない？姫。あ、でもあれか、勇者の光でちょっと止められんのか。はい。プラズマバウス。これほんまにあと毒にして、ゼルドラドで毒にして回復してれば勝ちなんだが。やばくねえかこのデッキ。クソ楽しいねんけど。マジで。4点やぞだって。まあ、このタイミングだと、あーなるほど、隠していく、やるね、やるね。まあでも攻撃力下げれるんでね。え、リーサルないよな。まあ、ないと思うけど。はい、4点の毒で、まあ心配やから、じゃあ回復しよっか。回復。できた。エンド。多分リーサルないと思うんやけど、どうですか。早手のリングあったとして、もう16点。無理だよな。力の指輪、力の指輪、早手のリング4点上がると12点の早手24点。ちょ、危ないっちゃ危ない。危ないっちゃ危ない。力力早手はやばいな。どうですか、回復しとってよかったんじゃないこれ。どうよ。怖え。マジで怖い。ジャイアントバットってことは、まあリーサルはないよな。 HP2。 フェイス、やけど仕上がれ。OK。 勝ちやな。もろたなこれは、さすがに。毎ターン4点ダメージやぞ。返せる道理がないやろ。リーサルは3の4、ありそうやな。はい、ピシン。 OK、 勝ち。強い。強すぎる。むちゃくちゃ楽しい。毒でしね。対戦ありがとうございました。いやーこれはね、おもろいデッキやわ。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。非常に楽しいデッキでしたね。まあ最大級に毒の威力が上がったんじゃないですか。嘆きの霧2回発動できたし、でゼルドラドでしょ。で毎ターン4点となってくると、さすがに相手もやる気なくなってくるよね。でプラス、なんならその自分を回復するんじゃなくて、指導でも顔詰めちゃうみたいな、ヒリヒリさせるみたいな、そういう使い方もできるんで、非常に楽しかったです。でちょっとまあ、ザンクローネが出てきたタイミングだとね、怖かったですよね。あれは回復しとってよかったかなとは思ったので、いや良かったかなと思います。はい、非常に楽しいデッキでしたね。ということで、まあ気になる方は使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。
to play the bay while you're alone. These girls are wonderful.